안녕하세요くるみぴーだ今日は皆さんに重大発表があります。何だと思いますか？来週から韓国にモロッコに8ヶ月間行きます。ということで、私は韓国から皆さんに韓国の情報を届けたいと思うんですけれど、その前に私は14回韓国に旅行行ったことがあって、そのうち1ヶ月間とか2週間とかぐらい滞在してることがあるので、それをもとに韓国ソウル Q&A を伝えたいと思います。じゃあ Let's get started! なぜ英語になっちゃったんだろう。韓国のお気に入りスポットはすぐ言えます。ナクサンコンゴンっていうナクサン公園っていうところの一番上に登ってもらって、そこから見る夜景がすごい綺麗です。大学路のねフファ駅ってところから降りて上に上がるとナクサン公園っていうのがあるんで、行ってみてください。次、お洋服はイデ。高速ターミナル有名だと思うんですけど、高速ターミナルはめちゃくちゃ安いけど種類があんまり揃ってない。同じ服ばっかりある気がする。めちゃくちゃ安くて金ないなって思った時は高速ターミナルだけど、お金がちょっと余裕があって安いんだけどね、めちゃくちゃ安いんだけど、まあ普通に買い物したいな、いろんなバリエーション見たいなって思う人はイデか、ホンデ。もうちょっと高い洋服が欲しい人はカロスキルでもいいかも。はい、カフェがいっぱいあるからハロスキルだけど、その中でもカフェじゃないんだけど、ザ・ケークストーリーっていうケーキ作れるところなんだけど、友達の誕生日とかに韓国旅行一緒に行って、でそこでみんなでケーキ作ってサプライズでプレゼントするのとか面白いと思う。お尻が痛い。ソウルにあるおすすめのレストラン、名前忘れちゃった。どうしよう、ちょっと携帯で調べてもいいですか？ソウルじゃないんだけど、ピョンギドにあるテバーランドってところ、夏はプールもあって、花畑とかあって、遊園地とかあるところ、そういうところに行きたいなと思ってます。よく行く美容院、韓国ですか？ハンガンボにあります。スンス美容師、スンス美容院ってとこですけど、前、レドベルのジョイちゃんに会いました。おすすめのパン屋さんは、イデンにあるロードーベーカリーってとこなんだけど、そこのアンパンがめちゃくちゃ美味しい。食パンの中にチョコレートとか入ってるやつ、フォンダンショコラみたいにシュッて出てくるやつがあって、概要欄に載せときます。チマチョゴリを着て時代劇ごっこをすることです。そうなーってやるっていうごっこをしてます。へー、楽しそう。楽しいからやっていてください。屋台の食べ物でおすすめはスンデポックン。私材料言わないから食べてみてください。中身言うとみんな嫌だって食べないから、何も聞かずにスンデポックンっていう名前だけ覚えて韓国行って食べてみてください。美味しいから。皆さん参考になったでしょうか？やりましたでしょうか？また韓国行ってからもっとたくさんの情報をみんなにシェアしていきたいと思いますんで、ぜひ続けてみてくださいね。みんなチャンネル登録をして次の動画で会いましょう。チャンネル登録した後に右にベルのボタンが出てくるので、それを押してもらうと私が動画アップロードした時にみんなに通知が行くので、ぜひ押してください。では、여러분다음영상에서봐요。안녕안녕。